こんにちは、マキシです。こんにちは、ボニーです。自己紹介お願いします。はい、ボニーです。それ以外、ツイッターで最近、モノマネとかいっぱい出してます。あとは、うん。そう、ツイッターで知り合って、で、ボニーさんも、ツイッターも YouTube で、語学のコンテンツを発信してて、英語の先生で、まあ、なんか、一緒に動画撮ろうって話になって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、ボニーさんはどんなふうに英語を勉強したかを教えてください。私は、まず、フィリピンに行ってすごい基礎の英語を勉強して、で10ヶ月ぐらい、9ヶ月か10ヶ月ぐらいフィリピン行ってからアメリカの大学に入学しました。おー、すごい。アメリカの大学は、はい、学費もすごい高いし、あと、うん、それよりも結構 TOEIC とか TOEFL って結構厳しいんじゃないですか、入学。あ、でも多分厳しくないところに入ったかもしれないです。ああ、なるほど。なんか取りましたって言って送ったら OK って言われたんで、あ、それでいいんだみたいな。なんか日本からだと どこのレベルまで行ったら留学って可能だと思うんですか。どこのレベルまで行ったら、どのレベルでも留学していいと思います。うん、なるほど。ゼロで行っても学べる人は学べる、生きていける人は生きているから。そうそう、うん、私も全く日本語ゼロのまま高校の時日本に留学してなんとかなったんで、ただ全くゼロだと結構辛い。確かにそれはその分苦労はしますよね。そうそうそう、自分次第ですよね。なんかどうして海外に興味があったのかを教えてください。はい、もともと私のお母さんがフィリピン人なんですよ。でハーフで、もともとやっぱフィリピンと日本行ったり来たりしてて、で、まあ、そこで海外の話とかフィリピンと日本の違いとか知って、その後にこう他の国はどうなんだろうとか気になるようになって、そこでおじさん、フィリピンのおじに声かけてもらって、アメリカ来ればみたいな、うん、っていう感じで、そこからアメリカも、まあ、好きになったというか、アメリカについてもどんどん知っていくようになったって感じですね、海外。うん、でその海外住んだりして英語勉強してたりしたら、うん、やっぱり教えたくなるんじゃないですか。うん、でその先生になって、その英語に関する意識ってどんな風に変わったんですか。うん、その生徒さんじゃなくなって自分がこう教える側になって。今までは結構感覚で覚えてたから、うん、教えるってなった時に言葉にするのがすごく難しくて、私の感覚とその生徒さんの感覚ってすごい違うから、そこがめっちゃ苦労しました。言葉にすることをすごく意識しましたね。あとそのいろんな生徒さんがいるから、なんかその生徒さんにどんな勉強方法が合ってるか、そう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 、一人一人違うから、その人に合わせたやつを考えないといけなくて、うん、でボニーさんの面白いとこは、なんかその英語オンラインで英語を教えて、それを法人が会社にしましたよね。うん、しました。うん、なんかまずその法人にするきっかけっていうか、なんか何なんだろう、やっぱり法人の方がいいなと思った理由は何ですか。まず法人にした理由がコロナがきっかけなんですね。でもうずっと家にいたから、なんかそれだったらそのオンライン、最近もオンラインでしかできないから、オンライン英会話の方をどん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 話進めていった時に、法人化した方がこう動きやすかった。一人でやるよりはその法人化に形した方が動きやすかったので法人化しました。動きやすいってどんな風に動きやすいんですか。例えば一人だったら決定できないことをこうチームでできるっていうのと、こう全部一人でしないといけないことをこうチームがいるから、チームにこう分けてみんなで分担してやるっていう
ああ、なるほど。前はフリーランスというか個人でこう本当に一人だけでやってたんだけど、そうコロです、そうでナのおす。かげで時間にちょっと余裕できて、あ、じゃあチームを作ろう。チームを作るなら会社の方がいい。そうです、そうです。なるほど。そのチームというと、それぞれメンバーという役割はみんな先生ですか？あるいはなんか裏でホームページを作ったり記事を書いたり。ああ、そうです。裏の人ですね。裏方です。ああ、なるほど。裏でどういう YouTube が、例えばどういうビデオが今、人気なのかとか、どういうものを教えたら、どういうものを動画にしたら、みんな喜んでくれるかなっていうのをみんなリサーチしてくれてます。リサーチしあ、てくれすごてまい。なんか言われる SEO コンサルタント、動画専用す。そ SEO。んな感じ、そうです、そうです、そうです。すごい。で、一緒に手伝ってくれる人はどんなふうに見つけたんですか？それも、ツイッターからですね。自ツイッ分でタボーーからル最初に知り合っとて。か、あるいはなんかこう、ファンでいつも見て、ちょっと手伝いたいから仕事ありませんか？ああ、でもファンの人ではなかったです。もともと全然知らない人で。で、知り合いの知り合いみたいな、なんか紹介、いわゆる紹介みたいな形で教えてもらって、で、全然最初仲良くなかったんですけど、だんだんこう話があって、じゃあこれだったら形できるんじゃないってことになって、そうですね、形にしました。そう、なんか私みたいに今オンラインでこう語学を教えてるので、その集客って、今やってるのが、Twitter、そう YouTube です。と公式 LINE ですよね。そうです。公式 LINE も今持ってます。あとはなんかインスタとかなんかこうホームページとか、どんな、なんか何経由で生徒さんが多いんですか？やっぱりツイッターですかね。ツおお、イッすごターい。で、さっきも一番最初に言ったみたいに、私、モノマネ動画を何個か出していて、で、そのモノマネを見て、そのモノマネ動画を見てくださる方が多くて、で、そこで、こう、ツイッターから公式 LINE に行っツイッて、ターから公式で、そうです。公式 LINE に行って、公式 LINE から、こう、無料体験受けたいですっていうふうに来るんですね。で、その無料体験でやったら絶対、最近はもうほとんどモノマネ見てきましたっていう人が多いです。ああ、すごい。なんかツイッターの場合だと動画ってそのままアップできると、あとYouTube のリンク貼ること、どっちもできるんですけど、こっちの方が結果的に良い感じですか？やっぱツイッターに直接載せた方が見てもらえますね。やっぱり飛ばなくていいから、ね、見てる側がめんどくさくないじゃないですか。そうそう、なんかでも恥ずかしくない？なんか急に開けたら音になる。 もう慣れましたもん。ずっと毎日出してるから、フォニックスを。ああ、すごいすフォごい。ニックス動画を毎日出してるから、もう気にしないです、もう最近は。そう、なんか Facebook 最近こういう勝手に音になって、私たまにびっくりしてるんで。でもなんかその一つの動画をリサイクリングする感じですか？その Twitter 用の動画を作るか、あるいはその一回動画を作って、それを Twitter 用に合わせて、あとは YouTube 用に合わせて、どんな風にしてるんですか？今は公式 LINE 用と Twitter 用と YouTube 用と全部作ってます。あ、すごい。なんかそれぞれのなんか動画のサイズとかも全部違うので、それぞそうれです、そうでのす。形に合わせて作ってるという。そうです。公式 LINE だったら縦の方が見やすいから、縦に撮って、Twitter だったら横に撮って、YouTube だったらもうちょっと高画質で撮ってっていうふうに、ちゃんすとごしい。たカメラで撮って。なんかうち最近ちょっとだけなんか TikTok 頑張ってたんだけど、おお。それがこう斜めで、だから普段いつも斜めの動画を上、そのまま貼って上にこう字幕だけ入れたみたいなやってたんだけど、やっぱこうね、こっちで撮った方がそのプラットフォーム自体のちょっと動画の違いはあったりしますね。そうですよね。そう、みんなまたその形によってまた見るか見ないか決めちゃうから。なんか公式 LINE で結局その無料会見っていうか、やっぱりこう勉強したいってなる。だからそこの辺で、オンラインからどうやって生徒さんになる？公式 LINE の方は、フォニックスをずっと流してるんですよ。フォニックスって何ですか？フォニックスって、例えば、A だったら、あっていう音があるじゃないですか。あ、アポみたいな。その、フォニックス
っていうのが、そのアルファベットと音の関係性を学ぶっていうのが学習法なんですね、一つの。で、結構発音とかにすごく興味がある人とか、が、フォニックスを、フォニックスに興味を持ってくれて、そこからここに、LINE に来てくれるんですけど、毎日 A から G で、そこからまたいろんな種類のフォニックスを毎日ずっと流してて、で、それ、フォニックスを見たい人が登録してくださるって感じです。で、そこから、なんかうちも公式 LINE でもスタートして一番最初の月にすごい驚いてるんですよね。最初はなんか何も設定わからなくて、とりあえずなんか画面メニューだけ作るって言って作ったら、次は YouTube 経由で入ってる人が多いから、携帯がずっとブー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 ってなってて1ヶ月ぐらい。そしたらなんか、あ、なるほど、これオフ設定にしないと大変だってなって、こう携帯がずっとブーブーってなってて、で、それオフにして、でもなんか次驚いたのが、YouTube 経由で一気に人がたくさん入って、おお、すごい。公式 LINE って制限あるんじゃないですか。無料版使うと、なんか最初多分1000メッセージだけ、でも気がついたら300人いて、なんか、わあ、1月に3つしか送れない。確かに。そう。だから、今なんか情報量って公式 LINE ってどのくらいにアップしてるんですか？公式 LINE の方は、買ってました。ああ、なるほど。その制限に合わせて、今はまあ5000を使いました。5000はこのくらいメッセージ送れる。じゃあ、こう、資格買ったら全部やるみたいな。そうですね。で、やったり、まあ、もう一つ、何個かあったから、何個か作ったやつの、最近はもうフォニックス流してるやつしか使ってなくて、そこはもう本当に、1万5000通ぐらい流せるやつ。ああ、すごいすごい、そのぴったり合わせた感じ。へえ。もう毎日流してるから、すぐに減っちゃうんですよ。ああ、毎日こう、何百人っていう人に流れるから。そう。 そう、あとなんかうちもすごいびっくりしたのが、メニュー作ったら挨拶してねって書いたら、みんななんかボタンだけ押しちゃう。挨拶はない。確かに。スタンプ押してねって絶対言ってます、今。ああ、なんか何なんだろう、普段みんなこう LINE 使ってるんじゃないですか。でも公式 LINE って何ってこう知らない人多くて、なんかメッセージ書いてねって言うと、自分がこうロボットかっていう、こう心配の声があって、でもこうなんかとりあえず押すけど、で、あと3回押したら失礼しました、やり方わからなくてすみません、に謝る人見たりしてて。すごい。で、無料レッスンやって、で、その後みんな毎回レッスン受けようとかコースを受けようで、こうリピーターになっていく。そうですね。面白そうって言って来てくださる方が多いです。なんか英語を教えて一番こう楽しいなと思う時ってどういう時ですか？やっぱ皆さんが理解してくれる時ですかね。理解してくださって、そう、プラスでなんか、ああ、なるほど、ああ、楽しいって言ってくれた時が一番楽しいです。ああ、なるほど。あと、こう生徒さんが、こう例えば、伸びた。私の場合、ドイツ語だから、まあ、ドイツに留学したいとか、ドイツ旅行行きたいとか、やっぱ行きましたとか、で、行ったら私にハガキ送ってくれるとか、おお、優しい。そういうの嬉しい。で、やっぱりこう、勉強して、で、なんかこう、成功してっていうか、旅行が目的だったら、チケットを買って、で、そこを本当に実際行って帰ってきて、あ、楽しかったとか、こっちとしてドイツ語教えてるけど、確実に旅行に行ったら楽しいっていうのは、それは人多分違うと思うし、そうそう。でも今コロナで行けないと思うけど、そう、旅行行けないけど、でもなんかやっぱりこうね、楽しいっていうか、目的を達成してる人、その後から連絡来るのは結構嬉しいなと思ってます。英語だとすごいバラバラじゃん。さっきフィリピンというかアメリカというか、みんなどういった国に行きたいなというのあったりします？まあ、やっぱり英語圏、ヨーロッパとか、まあ、アジアもありますけど、アジア、ヨーロッパ、あとはアメリカ、次、例えば何人かの生徒さんは、あ、次のアメリカ旅行までに英語を勉強して、あっちでこうもうちょっと楽しみたい。
多分英語なしでも楽しめるけど、英語あった方が絶対楽しめるから。ああ、なるほどね。で、こう、なんか、現地の人と話したいとか、そういう方が多いですね。そうね、なんかやっぱ現地の人話すの楽しいですね。やっぱ知らないことを教えてくれるから、その人にしか知らないことを。そう、外国語を勉強すると知らない人と会話はできます。そでのき知まらす。ない文化というか、それをまあ楽しむことはできます。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、もし英語をちょっと勉強したいなと思ったら、ポニーさんの公式 LINE に入ったり、ツイッターですごい面白い動画いっぱいしてるんで、ツイッターでフォローしたりしてください。で、この動画の下のリンクを見れば、ポニーちゃんのツイッターとかが貼ってあるので、よかったらそこを見てきてください。今日はご清聴ありがとうございます。バイありがバとうございます。バイ。イバイ。